皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開のドライブ・マイ・カー。英語題、ドライブ・マイ・カー。監督は濱口竜介。脚本は、濱口竜介と大江隆政。主な出演は、西島秀俊、三浦透子、桐島玲香、など。舞台俳優兼演出家の家福祐介は、妻の夫と幸せな日々を過ごしていたが、彼女はある秘密を残したまま急死してしまう。2年後、祐介は広島の演劇祭で演出を担当することになり、そこで口数の少ない専属ドライバーの美咲と出会う。というストーリー。同名の短編小説の映画化で、よくできた作品ながら、エンターテインメント性ということでは微妙。突き詰めると、ごまかしていた自分の気持ちと向き合うというのがテーマ。かなり長い作品で、他言語演劇のシーンが意外に多くて脱線した感もあり、これを静かにじっくりとした演出と思うか、テンポが遅いと感じるかで評価が分かれる。ということで、評価は。Thumbs down.